マリオ・アルベルト・サンターナは、アルゼンチンチュシュ・チブ州コモドーロ・リバダビア出身の、サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。U.S. チッタ・ディ・パレルの所属。元アルゼンチン代表。アルゼンチン時代1999から2000、シーズンに CA3、ロレンソであるマグロにてプロとしてのキャリアをスタートさせる。その後、3シーズンを、アルゼンチンの一部リーグであるプリメーラ・ディビッシオンで、 経験を積み、同リーグでは、計2得点する。2001年に、リーグ戦優勝を果たすと、その活躍に目をつけた、イタリアセリエ A の SSC ベネツィアの会長を、務めていたマウリツヨザンパリーニに気に入られ20歳で、イタリアに渡ることになる。イタリア時代ザンパリーニの下で2006年頃の、サンターナ2002年1月31日に、SSC ベネツィア遺跡。 同年3月24日に、タイアタランタ BC 戦にて、セリエ A にデビューする。その後3試合に出場を果たすも、同シーズンに、セリエ A に昇格したばかりのクラブは再開に沈んでおり、そのままシーズンを終了しセリエ B に降格することになる。この時期に、会長を務めていたザンパリーニが、US チッタディパレルモの株式を、エースローマのフランコ選手会長から買い取り、 パレルモのオーナーとなる。ザンパリーニは若手のサンターナをパレルモに連れていくことを決め、サンターナ自身もセリエ b ーに活躍の舞台を移した。パレルモに移籍すると出場機会が増え、2002から03、シーズンは33試合に出場3得点する。2003年7月1日にサンターナは1年間のローンで AC キエーボベローナに移籍した。 当時のキエーボは、プロンビンチャのクラブとして、快進撃を続けており、サンターナは、ステップアップを果たした。ルイジュデルネイリ監督の下で、戦術的にも成長し、2003から04シーズンは、リーグ戦28試合に出場、セリエ A 初得点も含め、計3得点した。これらの活躍から、シーズン終了後の夏には、キリンチャレンジカップ2004のメンバーとして、 アルゼンチン代表に招集された。シーズン終了後に1年のローン,オンの期間を終え、サンターナ不在の中セリエ昇格を果たしたパレルモに、再び呼び戻された。キエーボ在籍時に、セリエで通用することを証明したサンターナは、レギュラーとして昇格後のチームに貢献した。2シーズンで、リーグ戦に58試合に出場し、3得点する。 2006年3月16日に行われた UEFA カップの対シャルケレヨン戦において3番目の腰椎を骨折する怪我を2ヶ月間の離脱を余儀なくされたリーグ戦の最終戦に復帰することができたがこの怪我により 2006FIFA ワールドカップの代表メンバーには落選することになったフィオレンティーナ時代2006年5月27日に 長年の付き合いであったザンパリーニの下を離れ、500万ユーロの遺跡金で、アクフ・フィオレンティーナに完全移籍した。フィオレンティーナの監督である、チェーザレ・プランデッリが、新シーズンを4から2から3から1システムから4から3から3システムにするべく、同クラブのスポーツディレクターのバンタレをコレビーノに、適役を求めたためであった。同年8月、移籍後すぐに、 コッパイタリアにおけるタイギア・レーフシー戦で得点を上げるも、同試合で大退金を痛め2ヶ月の離脱を強いられ、リーグ戦開幕前にして、再び怪我に悩まされることになった。10月22日のタイレジーナ・カルチョ戦で怪我から復帰し、フィオレンティーナにおいてのリーグ戦デビューを果たす。10月25日には、 対鳥の FC 戦で得点を挙げ、0から1の勝利に貢献した。しかし、その後は怪我の再発で離脱と復帰を繰り返し、遺跡初年度は8試合出場にとどまった。2007から08シーズンは、怪我から回復しチームの上位進出に貢献した。2007年9月3日に行われた、対 AC ミラン戦では、技巧的な足技で、 世界最高のディフェンダーの一人であるアレッサンドロ・ネスタを翻弄し、アシストを決めたことで、多くのメディアに取り上げられた。自身の26回目の誕生日でもあった12月23日に、行われたリーグ戦の対カリアリカルチョでは、自身初となるドッピエッタを決めるなど、チームのリーグ4位に貢献した。このシーズンは26試合に出場し、6得点を記録した。 2008から09シーズンの途中からクラブが4から3から1から2のウィングを使わないシステムを採用するとサンターナはトレクアルティスタとしてもプレーできることを証明し高い適応性を示した2009年1月28日に対 SSC マポリ戦でシーズン初の得点を記録したしかし同年2月2日の対ボローニャ FC 戦において 全十字人体を損傷、手術を余儀なくされ、全日程が終わる前に、サンターナの同シーズンが終了した。2010から11シーズンでは、開幕からチームに故障者が続出。度重なる、フォーメーション変更の中で、マルコドナデルラと共に、中盤の下がり目でプレーする機会も増えるようになった。シーズン終了後に契約が切れ、 その後、フィオレンティーナと契約延長しない意思を示していた。ナポリ時代2011年7月12日に、本人の希望であった SSC ナポリに移籍することが発表された。しかし、ナポリでは、クリスティアン・マジョやアンドレア・ドッセーナの前に、出場機会に恵まれず、2012年1月31日に、AC ・チェゼーナへ、レンタル移籍。 ジェノア時代2013年7月30日、ジェノア CFC に移籍することが発表された。翌年1月29日からシーズン終了まで、プリメーラリーガの SC、オリャネンセに期限付き移籍した。2015年2月2日、セリエ B のフロジノーネ・カルチョに期限付き移籍することが決定した。クラブ史上初のセリエ A 昇格を見届け、ジェノアに戻るが、 2015年8月30日をもって、ルカ・アントニーニと共に、クラブとの契約を終了した。プロパトリア時代2016年1月16日、レガプロのアウローラプロパトリア1919 19に、加入した。アルゼンチン代表としては、キリンチャレンジカップ2004に出場するために来日し、党大会の対日本戦において代表キャップ中の、唯一の得点を挙げている。 2005年には、ホセペケルマン下で、FIFA コンフェデレーションズカップ2005の代表チームに招集され、グループステージ3試合、準決勝1試合に出場する。同チームの唯一の敗戦となった、決勝戦以外には出場し、チームの準優勝に貢献した。パレルモ在籍時に負った怪我により、2006FIFA ワールドカップの代表メンバーには落選することになった。 その後は、若手の台頭もあり、代表からは遠ざかっている。パレルモステジオーネ・フェニタ・パー・サンタナ、フラトゥーラ・デラバー・テブラ、スポーツ・イット、2010年2月6日閲覧。エフェオレンティーナ、パー、サンタナ・ウンク・アドリエネール、フィオレンティーナ、イット、2010年2月6日閲覧。同時期に、フィオレンティーナが獲得したアドリアン・ムートやファビオ・リベラーニ、も、 同様の理由であった。フィオレンティーナ、スタイロメントパーサンタナ。スポーツ、エキサイト、イット、2010年2月6日閲覧。レポートでロスタッフメディコ。フィオレンティーナ公式。2010年2月6日閲覧。サンタナイコロンボアルナポリ。スクナップリン、イット、2011年7月13日閲覧。ウフィーチャーレ・サンタナ・エール・ゲノア。 ジェノア CFC 公式ウェブサイト2013年7月30日付、ハット、サンタナ・サデュット、ASC、オリオネンス・アーカイブド2014年2月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン。ジェノア CFC 公式ウェブサイト2014年1月29日付、ハット、ウフィー・チャーレ、フロー・シノーネ。 colposan, tana, dalgeno, a,、N、t, u, t, t o, m, e, r, c, a, t, o, w, e, b.com2015 年2月2日付。ゲノア、レシジョンパーアントニ,ニーにイーサンタナ、エアディオ。t, u, t, t o, m, e, r, c, a, t, o, w, e, b.com2016 年1月26日閲覧。ウフィーチャーレ、プロパトリア、プレッソ。 マリオ・アルベルト・サンタナ。t u t t o m e r c a t o w e b c o m 2016年1月26日閲覧。2002から2003シーズン以降は、パレルモ会長。ab、オッキプンタチ su、マリオ・アルベルト・サンタナ、イルヌ・オーボ、コロメロ・ビオラ。ステファナー・ボーギー、イット。2010年2月6日閲覧。ありがとうございます。